どうもヤラマイカカンパニーお茶丸だにこんにちは。やいそー。はい、ということで、はい、今日はね、大福さんにちょっと連れて行きたいなと思ってた道があるので、うん、来てるんですけども、はい、以前にね、僕ショートでもアップはしてるんですけども、うん、お茶丸が高校時代に実際にこの道を使って高校通ってたんですけども、はい、その通学路のルート、うん、今はね、家康の散歩道というふうにも呼ばれている場所にはなるので、はい、ちょっとまずは行ってみましょう。はい、じゃあ行きます。祭りだ、やいそーやいそーやいそー。今亀山トンネルをちょっと抜けてきてるんですけども、はい、今浜松城の方からこっちに行く形ですね、うん、で今亀山トンネル抜けてきました。はい、ちょっと不思議な空間じゃない、うん、ね、でこっから今バーッと進んでいくもんで行ってみましょう。はい、家康の散歩道。さあ、じゃあ進んでいきますよ。はい、ということでね、はい、浜松市内を散歩する動画も増えてきているんですけども、うん、今回の家康の散歩道、うん、大福さんどうでしたか？めちゃくちゃジブリ感ありますよね。そうなんですよね。やっぱ空気も美味しいしね、うん、いい世界観ですよね、うん、さあ、そして、うん、この道を進んでいきますと、うん、浜松北高校とか市立高校のあたりに出るんですけども、うん、以前僕もねショートで動画出してるんです、はい、でその時にねお茶丸は北高か市立高校出身なんじゃないかと、うん、皆さん考察してくださってたんですよねそうなんです、うん、で僕否定も何もしなかったんですけども、はい、すいません、浜松出身です今これからも否定はしないんですけど。否定はしろよなんで泳がせ、すいません、否定しろよ。浜松なんですけど、ね、浜松なんでしょ。本当は浜松なんですけど、何盛り上がったまんまにして否定はしろよ。いや、こちら素敵なレンガのトンネルですね。さあ、ここでクエスチョン。私、大福が最近ハマっている料理は何でしょう？遠州焼き。遠州焼きじゃねえよ、お前。世界不思議発見かっていうツッコミが欲しいのよ。クソ、外したこの道はね、本当に僕もよく使ってました、うん、まあ、南区出身なので、うん、街中を通過してこの道を通って浜松に行ってたんですけども、うん、例えば帰り道とかだったら、うん、チームメイト の袋井から来てた小倉くんとか、うん、あとは湖西から来てた16番とかね、うん、一緒に帰ったわけなんですよ。そう、小倉さんとか16番さんがおなじみの体で喋んなって全員が全員おなじみじゃないのよ、うん、別に。そうなんです。もう本当にでもみんなね、例えばその岩田とか、うん、袋井とか湖西から通ってたんで、うん、みんなはその浜松駅を使ってそれぞれの家に帰るわけですよ、うんうん、なので、まあ、僕も一緒にね町を通って帰りたいもんで、うん、この道を使って帰ってたわけです。なるほどね、うん、なんか本当 PV とかに出てきそうなね道ですね。そうそう、もう本当になんかここ素敵なんですよね、うん。大福さん、ちょっと今ミュージックビデオ感出してるんですけど、どう？安いカラオケのビデオなのよ2曲に1回ぐらい同じのが流れてくる、またこいつら海辺でなんかパシャパシャしてるジャンの方なのよ穏やかいや、なんか言えよいや穏やかだけで行くね。じゃあちょっとミュージックビデオのベンチで、うん、話してるんですけど、いや、ミュージックビデオのベンチでってお前しか言ってねえいや、本当にどうです、この道いいな。いいね、のどかですしね、うん、散歩には抜群ですね。そう、ね、うん、俺もこの道って最初知らなくって、うん、入学当初、うん、で俺は別の道から浜松を向かってたんだよね、うんうん、南区から向かうにあたって、うん、でその坂が本当にもう急勾配だったりして、うんうん、まあ、勾配な道が多くて、うん、勾配な坂が多くて、うん、いやー大変だな、どうしようって思ってたんだけど、うん、その小倉くんが、うん、お茶丸って
て、うん、俺がね、そう、きついだよって話してたの、うん、その、いやもう坂がきついもんでさみたいな、うん、お茶丸知らんのこの道って、うん、この道、うんうんうん、でじゃあ今日一緒に帰るかっつって帰ったんだけど、うん、俺もうそれ興奮しちゃってなんだこの道はみたいな、うん、どやべえみたいな、俺今日からこの道使うわっつって、うん、っていう思い出もあったりして、そうそうそう、小倉さんとの思い出多いな本当に。いや多いのよ、あの多分みんなには見えてないけど、うん、俺には真ん中に小倉さんが座ってるようにしか見えないのよ。ちょこちょこさ、本当にまあ部活も一緒だったし、まあまあね、そうでクラスも、うん、2年生3年生一緒だったもんで、うん、もうほぼあのいろいろ分かる ねこっちに来てからもちょこちょこね、サポートしていただいたりもありましたんでね。昔は振り返れば、うん、小倉くんなんてあの中学校時代に、うん、とんでもないエースで、うん、彼がね、うん、名を馳せた、うん、バスケットマンの一人だったもんね、うん、僕もその頃から知ってるからね。今日小倉スペシャルじゃねえんだってそう、小倉さんのいないとこで小倉さんのこと話しすぎなのよ。フクロウの夜に繋がっていくわけじゃないんだからさ。繋がっちゃうね。でもこの道本当にあの俺はね、こう街を通過して、うん、あの浜松の方に通ってたもんで、うん、知れた道なんだけど、うん、で、ね、浜松の中心にあるし、うん、知ってる人は知ってるんだけど、うん、逆に知らない人はちょっと知らなかったりはする、あのおすすめスポット。だからここ抜けてやっぱ浜松城に出れるっていうのはちょっとやっぱ熱いスポットではありますね、うん、そう、うん、でなんか本当になんか 平穏というか、うん、のどか、うん、なんかこのなんか不思議な気持ちになる素敵なルートですね、うん、癒されますね、うんうん、あとですね、うん、ダークさん、うん、珍しく、うん、風も吹いていないいやー、ほんと撮影日和とはこのことですね。髪が散らかることもなくそうそうそう、音声がファッファッってなることもなくね、そうそうそう、うん、やっぱこの浜松あるあるというかね、あの風が強い日によく当たりがちなんですけど風が強い日に当たりがちっていうか風が強い日が多すぎるんだ今日は本当にもう無風で、ね、もう絶好の撮影日和でしたね、はい、うん、ということで高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、以上やらまいかカンパニー。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。次の動画も見てね。